はいどうもチョスです。というわけで今回はですねこちらデッキビルドパックそんな顔すんなってタクティカルマスターズを購入してまいりました。3月19日発売、今日ですねのパックでございます。でデッキビルドパックになってるんで3テーマね、の、パック、テーマが入っておりますということで今回狙っていくのはこちらの、ラビュリンス狙っていこうと思います。でこれをね、組むと決めたので、とりあえず3箱買ってきました。はい。で揃わんかったらまたシングルで買おうかなっていう感じでやっていこうかなと思います。で、とりあえず1箱開けてで2、3箱目は、まあ、結果だけね、紹介できたらなと思います。じゃあね早速やっていきたいと思います。カット入ったからここでマジでよかった、うん、今から自由やなあ、マジでつむつむ線取ってな。うるさい、ちょ、うるさい、うるさい。つむつむすんな、横で。あ、で、今日はガヤでね、なんかいろいろいてますけど、あんまり気にしないでください。はい。じゃあ、開けていきましょう。パックこんな感じ。かっこいいな。やっぱパックになると光ってるからね、かっこいいよね。よし。で、一箱に宿が入ってるやつと入ってないやつがあるみたいです。で、宿が入ってない場合は、ウルトラレアが1枚で、残りスーパーっていう感じの何枚やったっけ ?6、7。スーパーが 5? スーパー5で、ウルトラが1か1で、宿があったらプラス1って感じでございます。ということで、じゃあ早速ね、開けていきましょう。レッツゴーさあじゃあ見ていきましょう。ルーンの牙ゲーリ、まあこの辺はいいかもな。あ、トラプトリック再録してました。はい、これね微妙に高かったんでありがたいですね。でバリアンツ、そうバリアンツはまああのペンデュラムのテーマですね、うん、これはあんまり組む気ないです。で、謎にスケープモード再録ですねこれ使う人おるんかな。でラビュリンスデーモン、はいこちら、これって使うんかな。カード1枚だけ落ちてる。あ、いける、うんうん、はい次強制脱出装置、これも再録ね、はい、で解除のルーン、これもまた新しいテーマのやつですね。ルーンとバリアンツとラビュリンスがあります。はい、で次バリアンツ、絵は結構好きやけど、まあ、作る気はないですね。で次がルーンの翼ムニン、で最後が、あ光ってるぞ、いきなり光ってます。はい、バリアンツワールド神羅万象、今回ね全テーマにフィールド魔法あって全部スーパーなんですよね。嫌な予感してきた、はい、おばあちゃんがハーツつむつむの話すな、それ複雑やな。破壊のルーン、バリアンツ、黄金の雫ルーン、お、ちょっと待って、バリアンツばっかり出るんだけど、バリアンツの巫女シノノメホ、バリアンツばっかり出るぞ。ラビュリンス出てほしいんですけどね。はい、エレクトラム再録、巨奪マドロミのルーン、はい、え、おお来ました、めちゃくちゃキラ出てくるやん。ラビュリンス、え、ラビュリンスラビリンス、これはラビュリンスのフィールド魔法ですね。これは必須なのでありがたいですね。じゃあ次シク、やっぱ欲しいよな表紙のね、表紙のシク、ちょっと狙っていきたいよね。カメラ置く位置ミスってるよな、はい、デーモンクラッチ、あ、これもなんか使いそうなんでありがたいですね。いてつく呪いのルーン、ルーンのたぶらかし、ルーンも結構面白そうなテーマで、なんかデッキ破壊のテーマなんですよね珍しく、うん、あんまり最近の遊戯王でデッキ破壊の
テーマなかったんで、なかなか面白そうですね。はい、次ラビリンスシャンドラ、ほうラビリンスセッティング、結構多いな、ラビリンス系で、バリアンツで、ルーン、バリアンツの武者北条、はい、あ、そっち阪神の方じゃなくて、あ、はい、次行きます。ポジションチェンジ、ルーンの、じゃあラビリンスデーモン、バリアンツ、バリアンツいらんな、カイジュのルーンで、あ、いいやん、デーモンクラッチ。さあ、シクがまだ出てませんね。そして、ウルトラもまだ出てないので、まだ楽しみは追いかけてる感じやな。さあ、次行きましょう。あ、なんか来てるかな、キラ、あ、来てないか。はい、ラビュリンス、バリアンス、ルーン、スケープゴートのパラ。なんでこれスケープゴート、サイロかないの、あ、なんか光ってそう。タブラカシ、バリアンツ、ルーン、エレクトラム、いきます。ほい。おぉ、シク来ました。いや、これ嬉しい。なぁ、ラビュリンスのシク、これ、デッキ組むんで、嬉しいですね。めっちゃ綺麗やん。いいね。次。はい、また来てそう。ほい。ほい。ほい。ラスト。ほい。お、ウェルカムラビリンス。これも必要なカードなんで、嬉しいですね。そう。ラビリンスは、なんかトラップ、罠型のデッキですね。どっちかっていうと。なので、エクストラとかは特にありません。はい、これで、スーパーが4枚と、シクが1枚。なんで、もう1枚ウルトラ出ますね。あ、来ましたね。もう1人、釣りが来ました。僕だって。めちゃくちゃよそよそしい。もしもしって言ってよ、はい、最後は来たの、うん、ノーパラでした、来たの、はい、笑けたね。残りが4パックですね。さあ、だから多分あとスーパー1枚とウルトラ1枚出るっぽい。ほい、もうなんかあんま名前言わんでいいね。はいはい、ラスト。ほい。バリアンツのウルトラでした。これはね、いらないですね。あれ、どうしたの？自由すぎ。バリ手洗ってるやん。じゃあ、すぐガチャン。はい、じゃあ次行きます。嫌わり？あと、スーパー1枚出るかな。そうね。そのスーパーは、ラビュリンスのスーパーを、モンスターのやつをね、狙っていきたいですね。はい。決まってね。入ってんね。入ってんね。ボソボソしちゃうと入ってるからな、これ。あ、トラップトリック。トラップトリックめちゃくちゃ出るやん。ラスト。あ、光ってるぞ。せーの、ほい。あ、ルーン、初めて見た。輝く炎のルーンですね。いやー、ルーン作らないんで、はい、じゃあラスト、これで終わりやね。もう多分キラおかんからどんな感じですか。おかんからメッセージ来てるやん。あ、パックの結果どうやった。おかんから外れて返しとこう。外れて返しといて。はい、ラストこんな感じでした。ということで一箱目は、あ、でも結構なんかバランスよく出たというか、まずルーンが、ルーン1枚か、でも。そうやな、ルーンがこれだけでした。はい、ルーン関係これだけ。で、バリアンツ関係が、ウルトラ1枚とスーパー2枚。で、今回狙ってるラビュリンスが3枚でしたね。いや、これ揃わんな。いや、しく出たの嬉しいですね。じゃあ次、行きましょう。あ、じゃあ次ないわ。結果や。じゃあ、あと2箱は結果だけ。どうぞ。そうで、まあいいわ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 もう。はい、ということで、2箱目と、あ、やばい、3箱目の結果でした。
ったということで、なんかなんでこいつしか出へんのバリアンツの宿両方これでしたね。でも3箱とも一応宿は出ましたよっていう感じでした。はい。でエラビュリン数も3枚出たよっていう感じ。ただこのスーパーが全然出なかったので、これ一番高いんですけど、これを頑張ってねちょっと集めようと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ね、チャンネル登録ねしてくれたら嬉しいです。はい、ということでさよなら。